皆さんこんにちは。愛媛オレンジバイキングス背番号31番の高畑圭介です。はい、今日はですね、やっぱ今コロナウイルスの状況で自粛待機、家にいることが多いですよね。だから私たち愛媛オレンジバイキングス、プロ選手が教える家でできる体操を今日は教えたいと思いますので、どうぞ一緒にやってください。はい、それではまずはですね、体操する前にルールありますよね。体操の注意点、気をつけること、5つあります。1つ目、こうストレッチしてて伸ばしてて気持ちいいところで止めます。OK ですか。で2つ目、痛い場所までは行かなくていいです。痛い場所まで行ったらすぐやめてください。気持ちいいところでやります。OK ですか。で3つ目、伸ばす時間ね、伸ばす時間は20秒間、いいですか。20秒間伸ばしてください。でその際、これ4つ目なんですけど、息を止めない。息を止めてしまうと伸びないので、しっかり息を吐いて吸ってしてください。で最後5つ目、5つ目は、ストレッチの時にこう反動をグンってつけてやらない。このね、体を伸ばすことが大事なので、ゆっくりゆっくり伸ばして、反動をつけずに伸ばしてください。はい、その5つの注意点をしっかり注意して今日はやっていきましょう。ヨカですか。ヨカバイ。それでは1つ目、深呼吸からまずいきます。はい、マスクは今外しました。なんでかというと深呼吸なのでね。まず鼻から息を吸って、口で吐きます。はい、3回やっていきます。はい、はい、それでは次、首のストレッチします。はい、ね、まず下向きます。この時に背筋がね、こう丸まらないようにしっかり下に伸ばします。でこれ20秒間なんですけど、もしもっと負荷が欲しいなと思ったら手を押さえて20秒間やります。この時にしっかり息を吸って吐くことを注意してください。で20秒間終わったら次上で、この上の時ですね、この上の時無理やり早くやったり強くやりすぎると痛みが一番出やすいのが上なので、この上をね、ゆっくりでいいので背筋伸ばして痛みがないところで、気持ちいいところでやってください。はい、で20秒間終わったら次は左右で、どっちでもいいです。まず右ね。で、今僕手を押さえたんですけど、自分的にもっとストレッチこのばしたいなと思ったら手を加えて息を吸って、この時も背筋をしっかり伸ばしてやってください。無理しなくて大丈夫です。20秒間終わったら次逆、しっかりここが伸びてるね、感覚を感じてもらってしっかり伸ばします。でよくこういう時にあるのは、やっぱりここで背筋がこう折れてしまったり体が傾いてしまったら意味がないので、体はしっかりまっすぐ保ってよくやってもらいます。このままでも大丈夫です。あとはしっかり息を吸って吐きます。はい、それを、上下横横20秒間やってください。はい、次首から、ね、どんどん下に伸びていきます。次背伸びいきます。胸の前手を組んで天井に手を上げてください。この時今見てるように、この手のね、耳の横にしっかり上に張ってください。この時に背筋曲がらないようにね、しっかり上に、僕硬いな、俺硬いですねこれで、しかも耳がつくまで上げます。手がね、耳につくまで上げます。息しっかりして、さあでこれまっすぐね、20秒間終わりましたら次は左右で横、この時も痛くない程度に伸ばしてください。この時ね、肘がこう曲がったりしないように、みんなゆっくりまっすぐでいいので伸ばしてください。息吸って、はい20秒、はい次逆ね。
よいしょ。硬いですね、僕やっぱ筋肉が痩せてる人は硬いんですね。だから筋肉マンは硬いということで認めてください。はい、汗かきました。20秒間だったな、そろそろ。はい、20秒 OK。 はい、しっかりね、最後までこう伸ばして畳んで終わりましょう。はい、それではね、今そのまま次背中を伸ばします。さっきと一緒で手を組んでもらって、胸の前に伸ばします。で、背中なのでこのまま、頭を下ろします。腕の中に入れます。で、お腹を見るようにして、横から、前からで見づらいので横をね、これみんなは一緒のことやってね、横からでこの手のところで、手のところを伸ばして背中をこう、背中を前に持っていくイメージで、下向いて20秒間持っていきます。後ろが伸びてるなっていうのを感じながら息をしっかり吐いてください。リラックスして、はい、私もまあまあしんどいでございます。はい、回したらしっかりゆっくり戻ってきて終わりです。OK ですか？やってください。次は背中伸ばしたので、次はね、伸ばすだけではなく次は体をひねりたいと思います。今皆さん座ってると思うので、両手で右肩から左にケツという感じでひねります。で、左のお尻を触ります。この時も先みたいに丸まったりひねったりしないように、体を思いっきりひねって、視線もそっちの方にひねります。で、しっかり息を吐いて、いけるところまでいきます。痛くない程度に気持ちいいぐらいをやります。はい、20秒。はい、次逆ね。20秒終わったら次、これ体倒さないようにゆっくりでいいので、息を吐いて伸ばせるところまで、お尻をしっかり触る、しっかり触るようにして、すぐ、はい、20秒。 OK です。はい、それでは次背中ね、終わったので次は腕いきます。腕と背中いきます。今度は体の前でまずクロスしてください。で、クロスして、腕と逆の方で首を向いてください。腕と逆の方に首を向きます。で、20秒間息を吐いて、姿勢まっすぐ、しっかり伸ばしてください。このね、肩とかも伸びるようにぐーっと伸ばしてください。はい、20秒間。はい、次逆ね、前でクロスして、腕の逆の方を首に立ってください。首を逆向いて息吐いて、ね、姿勢も丸まらないように姿勢を上げて息吐いてください。で、これ20秒間。 OK、 やってください。 Let's do it。はい、少しずつ難しくなってきます。今度はね、背中もですけど腕もね、全部伸ばしていきます。一つのどちらでもいいので、手を頭の後ろで曲げます。で、反対の手でこの上がっている肘を持って、肘を引っ張ります。で、ここですね、ここをしっかり伸ばして、息を吐いてストレッチ、ね、これ間違いないように、この肘曲げたところを逆から持って引っ張ります。10秒間。はい、OK。 で、次逆ね、さっきこっち側を動かしてたので、次逆側の手を肘だけ出して、逆の手で持って引っ張ります。で、ここを引っ張るので、体がこうね、傾くんではなく、こっちの手で引っ張ります、肘を。逆後ろは大体こんな感じになってますね。後ろがこんな感じになってますね。はい、よいしょ。はい、20秒間やってみましょう。 Let's do it。 はい、
ては上半身上の部分ね、最後ね、背中やって肩やってもう全体大体したので、次は手を伸ばします。これ大事です。一番ね、僕も試合前にちょっとだけやってます。なのでやってください。まずね、手をね、腕を水平に伸ばして手のひらを伸ばします。これを20秒間ね、こういう感じですね。20秒間息を吐きながら、常にやっぱり一緒なんですけど、姿勢を悪くしないように姿勢をまっすぐ息を吐いてやります。で、この上にまっすぐね、はい。じゃあ20秒終わったら、今度は手をね、今上上げてたんですけど、次は下向きで下にストレッチ。こうするとここが伸びていきます。ここの伸びるのを意識して息吐きながら、こういう感じですね。はい、20秒。じゃあ次逆の手ね、逆の手で一緒、次は上ね、先下だったの上の方を伸ばします。もしできる人はこの親指を全部持ってっても全部やっちゃってください。全部伸ばしたら今度ここが伸びるからね、伸ばしてね、これ20秒ね。はい、じゃあね、さっき言ったかな、上やったら次は、あ、そうそう、下ね、下をしっかり伸ばしてください。下を伸ばして、じゃあここね、ここね、時計あります。かっこいいですよね、これ。もう見えるみたいな感じ、見えますって感じでこうストレッチしてください。あ、体丸まってないかな。伸ばして20秒間。はい、 OK。 で、これで上半身ね、上は結構ほぐれてきたと思いますし、汗も少しかいたかなと思うので、次は足いきますので、順に待ってください。レッツイ。はい、終わりと言ったんですけど、帰らないのが愛媛オレンジバイキングス高畑圭介です。はい、上半身が今全部終わったんで、一番最初したのは深呼吸ですよね。やっぱり始まりと終わりはすごい大事なので、上半身がストレッチ全部終わったらもう一回深呼吸します。なので鼻から息を吸って、同時に手を開いて、口からゆっくり吐いて、力を抜いてください。で、これ3回ね、吸って吐いて、もう脱力ね、力を抜くってことですね。吸ってもっと吸って、地球上の全部吸って目の前の人も吸うような気持ちで、最後は声が出ないくらいの感じで、これで上半身は終わりです。はい、なので皆さんも座りながらね、できることはいっぱいあります。なので今、上半身にいっぱいあったんですけど、注意点5つ覚えてるかな。しっかり注意点5つ意識しながらやってください。それでは次は下半身です。下半身。